また今日も散歩がてら山道に散策に来てるんですけれども、その散歩の途中で、最近ちょっと雨が多くて、あと暑さで蒸し上がってるんで、ちょこちょこポルチーニっていう、あの山鳥竹もどきっていうキノコが見られるようになったんです。その場そ、あ、その入るポイントに来てるんですけれども、まあここにテングタケっぽいのが何個かありますね。よいしょ。そしてここに、ポルチーニですね。これポルチーニですね。一本だけ。裏にちょっと川ニナみたいなのがついてるけど、これ山鳥竹もどきっていうヨーロッパの方では超人気のキノコですね。これ一本だけか。一本だけですね。やっぱここ数日ちょこちょことは生えてるけど、去年みたいに大量にはまだ来ないですね。時期がまだ1ヶ月早いんで。といってもこの時期でこれ1本生えてるだけでもすごいですけれどもね。今日はこんなところかな。以上です。